の声を拾った政治をやるべきと思いだったので、はい、まあ、特に一時総裁には利害関係者との会食をやらなかったんです。お座りちゃんとして、お座りちゃんとして、付き合いが悪い、お座りして、コミュニケーション能力がない、散々言われましたけど、まあまあお座り、やってるってよかったですね。まあ、どうぞと言えるから。だから橋本さんと一時時代とか一人で何度かお食事しましたけど、やっぱきっちり盛り返しましたね。それは本当に良かったですね、あれはね。本当に、きれいに、あ、これ割り勘しましょうって言ったら、いや、僕は有権者だから、あ、そういうもんなんだって、やめた途端にすげえ怒らされて、僕も最後まで怒ってたじゃないですか、参議院議員なんでね。今回、今国会中継見てて、いろいろ皆さんも思いになって、拍手、橋本さんのところに、これは拍手だからね、お座り、野村さん、僕もそうです、拍手、ダメ、それダメ、ダメ、そんなむちゃくちゃやじゃん。その状況で裁判官が判決を出すんです。それで僕も野村さんの司法研修所で、この言い分が違うときに、どうやってどっちの証言が、証言が信用しておくかということを、いろんなこと。ダメ、今日は。思い出がある一方で、私途中から熱が出てしまって、帰る羽目になったので、もう一回あの、ね、おしゃれになって素敵になった淡路島行ってみたいなって思ってます本当海も山も近くて人も本当に温かくて、その人の温かさに触れて移住を決めたっていう人も結構いらっしゃったんですよね。で最近は企業誘致もすごく力を入れてて、本社機能移転だったり本社の移転が相次いでるんですけれども、淡路市の人口もこのように変化しているんです。去年の人口なんですけれども、転出者が1250人いたんですが、それに対して入ってきた人が1321人と69人増えたんです。これは2005年に5つの町が合併して淡路市になって以降初めてだということです。こうやって過疎地域がまた盛り上がってくる活性化のヒントがなんかたくさんあったような気がしますけども、山田さんどうご覧になりましたか？まあ、過疎地域といっても、ね、目の前が神戸なんですよ。本当に橋ができて都会の楽しみも十分に享受できながらですね、本当に素晴らしい環境の中で暮らしているというところが魅力なんですけども、それを生かすためにね、いろいろと淡路でやってますんで、アクセスの問題だとか、宿泊施設の問題だとか、これからやっていかなきゃいけないこともあるんですけれども、こういう都市と、ゲットちゃん、今ギャラクシーのスマホを買って大当たり、最新ウェアラブルなのが2人に1人必ず当たる。ギャラクシー新生活キャンペーン実施中。Thank you.
ました。それらの技術は今では部屋を清掃する技術に活用。ルンバ